皆さんこんにちは。オーディオシステムの音はスピーカーで決まると言っていいでしょう。今まではスピーカーを選ぶとき参考にするものがメーカーの宣伝文句と誰かの感想文しかありませんでした。スピノラマはスピーカーの音の良さを数値化する手法です。これがどのくらい参考になるのでしょう。今回はこの手法について詳しく解説していきます。スピノラマは聴感に近い音の評価ができる測定と評価の手法です。いろんな角度から測ったたくさんのデータをもとに音を数値化します。これまでスピーカーの特性というと正面の結果しかありませんでした。私たちが実際に聞くスピーカーの音は正面からやってくる直接音と反射音の合計です。スピノラマではこの反射音が考慮されますから、実際に聞く音に近い評価ができます。スピノラマの測定方法は ANSI、通称 ANSI で規定された規格の一つです。ハーマンインターナショナルのほか、いくつかのメーカーで利用されていて、多くの測定結果が公開されています。これは後でじっくり見ていきます。スピノラマの例を見ていきます。こちらはデータを公開しているサイトの一つです。ジェネレックの測定結果を見ていきます。パッと見た感じ難しそうですね。このグラフの簡単な見方をご説明します。たくさんの線がありますが、見るのは上から3本だけです。一番上の線は私たちがこれまで目にしてきた周波数特性と同じです。これは無教室で測定された正面の音です。二つ目の線は正面付近の平均です。上の線と一致するのが良いスピーカーです。一致しない場合は音の広がりが周波数によって違うことを意味します。三番目の線は反射音の予測値です。部屋で聞く音は2番目と3番目を足した音ですから、同じ形をしていないと部屋に入れた時の音が変わってしまいます。それからこの反射音が上の線と近い場合は指向性が広い音波型です。理想は1番上と2番目が水平一直線で重なっていて、3番目が右肩下がりの直線です。基本的にはこの3本だけ見れば十分です。残りの線が何なのか参考にご説明します。4番目の線は全方向の音のエネルギーの平均で、その下は2番目の線からこれを引いた結果です。一番下の線は2番目の線から3番目の線を引いたものです。下の2本の線が意味するのは正面と反射音の比率です。これらの線はまっすぐ右肩上がりが理想です。元の線からも想像つくと思いますので、必要な時に参考にする程度でいいでしょう。スピノラマのスコアは先ほどのグラフを数値化したものです。次の3つの要素を合計した結果です。合計の中に低域の伸びが入っていますから、低域が伸びていない小型スピーカーのスコアが不利になります。サブウーファーを追加して低域を拡張したと仮定した場合のスコアも公開されています。先ほどのグラフの例はこんな結果になっています。総合スコアが 6.3、低域の伸びが 46Hz、軸上の凹凸がプラマイ 1.8dB、部屋を含めた直線性が 0.9 です。赤のスコアはこのような小型スピーカーでは不利です。サブウーファーを併用した場合のスコアがこちらにあります。この例ですと 8.5 ありますからかなり優秀です。スピノラマの説明は以上ですが、
分かりやすくお伝えするために表現を変えています。正確な情報を確認したい方はオリジナルの企画や文献をご覧になってください。見方が分かったところでいくつかの例を見ていきます。まずは値段が安くていいものを探していきます。小型のスピーカーはサブウーファーを併用することがありますので、赤ではなくて黄色のスコアに注目してみていきます。パイオニアの数字がいいですね。特性もまあまあですが、口径が小さくて能率が 84dB しかありませんのでパスします。この JBL が良さそうです。なかなかいい感じですね。ソフトドームの 2way は外れのない構成です。サブウーファーを併用した場合の数字を確認します。スコアが7を超えます。ジェネレックの 8.5 には届きませんが、これも優秀です。今度はハイエンドを見ていきます。このクラスでサブウーファーを併用することはないでしょうから、赤と黄色に注目して見ていきます。これなんかなかなかいいですね。ほとんど真っ平らです。3番目の線まで低域が重なっているのはウーファーが横についているためでしょう。低音が広がりすぎると低材波が目立つことがあります。このスコアは自分のところの評価ですから、実際よりいい可能性があります。スコアの低いものを見ていきます。これなんかどうでしょう。特性にうねりがありますね。全体的なカーブはラウドネスのように低域と高域が盛り上がる形です。1番目と2番目の線が離れているということは、音の広がり方が周波数によって違います。3番目の線が近いので音場型に近いスピーカーです。このスピーカーの音像が立体的に広がって聞こえるのはこのような特性のせいでしょう。B&W の他のスピーカーはどうでしょう。こういうミッドレンジにバッフルを持たない構造のスピーカーは音の広がりに問題がある場合が多いです。例えばこれですが、2番目と3番目の形が違いますね。部屋で聞く音はこの2つの合計ですから、少し色付けのある音になりそうです。タンノイはどうでしょうか。データが少ないですが、スコアが低いですね。かなりデコボコしています。原因はセンターに配置されたホーンツイーターです。見た目にはウーファーのカーブとスムースにつながっていますが、音響的には切れていると考えられます。こういう凹凸はホーンから出た音がエッジに反射して、それと干渉することでできます。このサイトには他にもいろんなスピーカーのデータが公開されています。興味のある方は動画の説明欄をご覧になってください。オーディオ機器は値段が高いものほどいい音が出ると信じられてきました。これに関する興味深いデータがあります。これは横軸が値段で、縦軸がスピノラマのスコアです。この2本の線はおそらく平均です。赤い線はアンプ内蔵型、水色はパッシブ型です。
今回ご紹介したジェネレックや JBL はアンプ内蔵型でした。このタイプは内部でイコライジング補正できますので、スコアが高い傾向があります。右肩上がりですから、基本的に値段が高いほどいい音がするという話は本当のようです。とはいえ、かなりばらつきがありますね。左上は安くて音のいいスピーカー。右下は高い割に音の悪いスピーカーです。左上の領域は小型のスピーカーが多いので、サブウーファーを仮定したこちらの結果を参考にするといいでしょう。いくら音を数値化しても聴感と一致しなければ意味がありません。そうでないとこんなことを言われてしまいます。人は基本的に F 得がフラットで、低域と高域が伸びたスピーカーを好ましい音と感じることが実験で確かめられています。ブラインドテストの結果もあるようですので、詳しいことを知りたい方は動画の説明欄をご覧になってください。スピノラマは基本的に音の良さを数値化したもので、スピーカー選びにおいて重要な参考になることに間違いありません。ただし、スピノラマでわかるのは周波数特性だけです。歪みが考慮されていませんから、スコアで全てが決まるわけではありません。歪みについては、能率が参考になります。基本的に能率が高いほど同じ音量を低歪みで再生できる傾向がありますから、これを合わせて見ておくといいでしょう。音の良さはスピノラマでわかりますが、このような趣味の製品は見た目も重要です。結局、スピーカー選びでは次の3つがポイントになるでしょう。スピーカーはシステムの音を決定づける重要なパーツです。この3つを押さえておけば、スピーカー選びで失敗することはまずないでしょう。ご視聴ありがとうございました。